はい、こんにちは、田島正光です。知らない人は少ないと思うんですけど、岐阜県に住んでます、田島正光。これはまあいろいろね、こう多事大きい中で過ごしているわけでございますが、なんだよ、タバコ反対向きにつけてたよ。どういうこと？ほんとね、泉谷しげるって言うんでしょ、航空界のゴミ、あのやつがね、どうも気になって早く死んでほしいんですけど、まあちょっと待ってね。でね、これご存知の方に見えるかどうかわかりませんけど、この、見えるかな、あれ、見えないかな、障害者手帳っていうのがありましてね、精神障害者の早急が1級でのを免許を持ってまして、なんだかわかんないけど、なんで1級なんだっていうことですよ。もう1級って言うともう、もう自分の名前もわかんないぐらいな状況でな人のことを言うことで、もう、はい、なんですけどね。だから、まあ、僕そんなことないし、なんで一級かななんて、この医者、岐阜県の医師会がもうちょっとね、ちょっとおかしいし、119番あるでしょ、119番にかけると、なんか拒否られるんですよね。どういうことでしょうかね。だからさ、まあ私も2回ほど結婚して2回ほど別れて子供もいますけどもね、なかなか子供にも会えず、で今現在46かな、46、昭和37年生まれですよ。でもなんかもう晩年と言いましょうかね、晩年ですね。はい、とにかく医者お前ら、なんだか知らないけど金ばっかりで、金勘定で診察するでしょ。この人の性とか死とかそういったものを全然考えてないっていう、これがちょっと人間としてどうかなって思うわけですよ。ちょっとこれ後ろにね、私これ椅子見えるでしょ、これコンテッサって言いましてね、そんなことは関係ねえな、ちょっと今死ぬか、もう死ぬわ。
さようなら。